よりですね、より素晴らしいコンテンツをより直感的に作れるようですね、スタイリーのそのクリエイティブサービス、クリエイティブツールとしてのスタイリー自体も進化させていくし、それからヘッドセットがどんどんと安くなって、多くの人にとって身近なものになって、多くの場所でですね、バーチャルリアリティ、ミックスリアリティのコンテンツを楽しめるようになってくると思うんですけども、あらゆるところでですね、スタイリーが気づかないうちにスタイリーがこう振動して、スタイリーによって作られたコンテンツをスタイリーによってこう見てるというような状況を作っていきたいなと思ってます。スタイリーを使うと、ブラウザー上で 3D モデルのファイルをアップしたり、それから YouTube のビデオを検索してそのまま取り込んだりとかですね、直感的にその VR のコンテンツを作ることができて、しかもそれをクリック一つでインターネットを通して複数のデバイスに配信することができますよと。でこれはですね、それがあることで本当にこうクリエイティブなことに作り手は集中することができるので、表現したい人がですね、自分たちの表現することをスタイリーを通して本当にそこを全て表現してもらいたいなと思っているところです。で子どもたちもですね、スタイリーを使うと本当に1時間あれば VR のコンテンツを使ってその作品を作ることができるんですけども、子どもたちもですね、すごいやっぱイマジネーションがあるわけですよ。でそこをですね、本当に引き出してこう形にできるということはですね、素晴らしいことだなと思っている次第です。そうですね、今スタイリー AR を使うとですね、渋谷の街の中にですね QR コードがいろんなところに貼ってあります。でそれをかざすことで、その街全体がですね、アートの表現場所として、そのアーティストの作った作品が街中でこう見れるようになってます。でこれからですね、数ヶ月以内にですね、そのスタイリーで作ったコンテンツを、AR を通して、その空間上に表現できるような機能を、公開していく予定をしてますので、ぜひ楽しみにしておいてください。僕たちは近い将来、本当に一日中ミックスリアリティのヘッドセットをかけて生活する人たちが何十億人と現れる未来が来るんじゃないかなということを信じています。でそうなった時に、そのミックスリアリティで作られる空間は自分たちの体の一部として、その空間と共に生活をしていくという時代がこれから来ると思うんですよね。でそうなった時に、そこで彩られる世界がですね、素晴らしいものであってほしいなと思ってます。で今バーチャルリアリティで AR それから MR を通して本当に表現者のキャンバスがものすごく広がったと思うんですよね。でそれを使ってこう街全体をそのキャンバスにすることもできれば、その、展示会場であったり百貨店をそういう会場にすることもできますけども、そこに、どういうこう表現をすることが人々を本当に楽しませることができるかってあったり、どういう表現が心を打つかっていうことをまだ誰も分かってない状況だと思っていて、でそこを本当にこう実験的な表現も含めて模索するっていうことが今本当楽しい時代だなとまだ思ってるところで、今回スタイリーを使って、で今までこう AR、VR、MR をこう体験、そこで表現したことがない人たちが、多く参入してきてくれて、いろんな作品をこうアワードで作ってくれたわけですけども、僕たちもすごいびっくりするような新しい表現がいろいろ出てきたのが、すごい面白いことだなと今思っているところで、まだこういう表現が一番適してるみたいな型がない状況だからこそ、すごい面白い段階だなと思っています。スタイリーがもともと目指す世界観っていうのは、日常的にその XR を使って表現される空間自体を身にまとって生活するという時代が来ると、そういう世界を作っていこうっていうのがもともと考えている世界観なんですけども、その中でこう AR というのは現実世界にコンピューターで作ったものを重ねる技術なので、私たちが本当に目指す世界を実現していくための一つの手段として AR を提供している。今回VR 上でこう超体験を作ろうということで、ニュービーアワードを開催して、もう本当にまだこう VR でどういうアート表現がいいかっていうのが確立された時代じゃないからこそ、すごい面白い作品がいっぱい出てきたなと思うんですけども、
で今こう AR それからミックスリアリティに2人が対応することで、今度はその現実世界、街であったり、展示場所であったり、その実際の空間と絡めた形で今度どんな新しい表現ができるのかっていうことを世界中のアーティストがこう考えて、作品を作り出すっていうことがですね、まあ、来年以降また起こり出してくるとことを考えるともうすごいワクワクします。スタリーを作ったきっかけはですね、のりこ中里のデザイナーの中里さんがですね、初めて会った時に彼女がこう自分で作った服をもうラックにかけて売りたくないと、で海の中に飛び込めないと買えないようにしたりであったり、宇宙で自分の作った作品を売りたいということを言っていてですね、初め何のことを言ってるのか全く理解できなかったんですけども、彼女がすごいいろいろあふれるこうイマジネーションをですね、まあ、形にしていく上でこう現実的なこう例えば物理的な制限、例えば重力の制限であったりとか、金銭的に宇宙で見せなすなんてことは金銭的にも今できないわけですけども、もしそういうことをですね、まあ、取り除くことができたとしたらですね、本当にそれぞれの人が考えている、まあ、彼女が考えているイマジネーションをもっとこう解放してですね、新しい世界が生まれるんじゃないかなということで、まあ、そういう、ショップ店をですね、宇宙に作ったことがあってですね、まあ、それがスタイリーを始めるきっかけ でもしですね、 VR のコンテンツを作るっていうことがもっと民主化されてですね、まあ、多くの人が使えるようになったとしたらですね、その多くの表現者が持っているこうイマジネーションであったりクリエイティビティであったり、そういうものをもっと解放して、それをこう実現する手助けできるんじゃないかと考えたのがもともとスタイリーを始める考えのきっかけです。